どうもです。今回なんですけれども、視聴者さんからですねめちゃめちゃ貴重な情報をいただきまして、それをもとにですねちょっと今日は1台ですね高圧洗浄機のバッテリータイプのもののレビューをしようと思います。ズバリこちらのアルチザンツールっていうのがですねAmazonで売られていて、これがめちゃめちゃいいというふうに聞きまして買ってきたんですけれども、じゃあこれ何がいいのかというと、まあ、別にね高圧洗浄機自体がめちゃめちゃ欲しかったわけではなく、そこに付属しているですねとあるものがねめちゃめちゃ汎用性が高い超いいアクセサリーなんですよ。そしてこれにしかかな、ちょっと他にもあるかもしれないですけど、今のところねちょっとこれしか入ってなかったので、買ってきたというアクセサリー目当てで買ってきたという感じなんですが、まあちょっとそれはそれでまた別動画で詳細やろうとは思うんですけれども、今回せっかくなんでこのアルチザンツールもですね使える高圧洗浄機なのかどうかという検証をさせていただこうと思います。早速中見ていこうと思います。保証書ホース、柔らかいですね。まあそんなに壊れ、まあでもちょっと安そうかなっていう感じがします、こういうところとか、っていうのが入っていて、でまず本体こんな感じ。これ 900g、 あスペック出しておきますけれども 900g で、2.1 バールなので 2.1 メガパスカルかなぐらいの水圧があるので、この間やったねビューティテックっていう人気があるモデルがあるんですが、それとほぼ変わらないぐらいの水圧なのかなという感じです。で、切り替えなどは特についていず、でバッテリーもこれ実は別売りです。その代わり4000円ぐらいなので結構安いという感じになっております。でここはねいいね、普通の水道だとかの蛇口のワンタッチカップリングも普通に入るかなっていう感じです。ちょっと後で試していこうと思います。で、ロングランスが入っている。でここの形状はまあ通常いつも使ってるやつと一緒ですねっていう感じでですね、これが欲しかったんですよね。でいろいろ探したんですけれども、まあ、これしかなかったんですよね。でここがまあ通常のマキタ互換とか、あとマキタの高圧洗浄機の互換があって、さらにこっちが4分の1ワンタッチカップリングっていうやつなんですよ。これがねめちゃめちゃいろんな互換品に合うんですよね。例えばケルヒャーのものに互換してつけたりとか、いろんなことができるので、こいつが欲しいがために買ってきたって言っても過言ではないですけど、これもちょっと後で見ていこうと思います。でフォームノズルです。一番安っちいタイプのやつが来たねっていう感じのフォームノズルと、あとはフィルターですね。フィルターがついていて、あとはワンタッチのカップリングと、ノズルもこの安いタイプのやつなので、まあ正直アルチザンツール自体はそんなに期待できないんじゃないかなとは思いますけれども、あとはもうちょっと実際使ってみていこうと思います。で組み立てなんですけれども、まあ、まずぶっ刺してひねる、本体にもぶっ刺してひねる、あとはもうバッテリーは、まあ、一応マキタ互換つってるのでマキタの 18V バッテリーを持ってきました。ちなみにサイトにはこのバッテリーの型式のやつが互換ありますよって書かれておりますので、ぜひ参考にしていただければと思います。つけます、動きますと、まあ、普通に動作するよねっていう感じで、先端に関してはこれ2つついてるんですけれども、これが扇形、赤いのが直噴型、まあ、ビームで出るやつの2種類ついているという感じです。まあ、基本的にはこの扇形のやつをよく使うんじゃないかなっていう感じで、ワンタッチでこうやって装着をするという感じです。はい、今ですねセッティングをさせていただいたんですが、ちょっと残念なお知らせがあって、一般的なこのワンタッチのカップリングで試したんですけどはまりませんでした。外れちゃって、水も溢れちゃったので、まあ、基本的にはこれに合うものしか使えないんじゃないかなっていう感じです。光景なんか普通につくように見えたんですけどね。で、これをそのまま沈めてそのまま使っていくという感じです。で、ここには扇形のやつをつけています。じゃあちょっとですね早速威力を見ていこうと思います。じゃあいきます。どれくらいで出てくるかですね、お水も。まあこんな感じ。でこれでお掃除ができますよっていう。まあぶっちゃけなんですけども、威力はもう本当に可もなく不可もなくっていう感じです。めちゃめちゃ強いってわけではないけれども、
まあ、普通にお掃除で使えるかなレベルではあると思います。でこれの利点を一つ見つけたのでお伝えすると、これくるくる回るんですよね先端。なので例えばこう出すと縦で出て、角度をこうやって変えれるんですよね。こういう角度にしたり縦の角度にしたりできるっていうのはここの利点なのかなっていうのはちょっと思いました。はい、続けてですね、泡洗浄の評価をしていこうと思います。この黄色いやつはですね、今写真出てる韓国のですねカーシャンプー、まあ、フォームノズル用のやつを入れたんですけど、最近レビューするのをするやつ大体なんですけど泡立ち悪すぎるんで、もう1対1のめちゃめちゃ濃い状態で今回作ってみました。まあこれでも泡立たないんだったらもうどうにもなんないかなっていう感じなんですけれども、まあまずこれつけてちょっと試していこうと思います。はい、じゃあ接続した状態で泡出していこうと思います。いきます。はい、こんな感じ。うん、さすがにそこそこ泡立つねっていうか目に入ったやばいわこれ、超飛び散るね。まあこんな感じです。すごいね、水圧高すぎるでしょ、今直噴だよねっていうぐらいの勢いで出てきたんですけど、まあこんな感じの塩梅です。で皆さんこれご存知ですか、これサイクロンのアマゾンで買ってきたノズルなんですけど、これにね合うんですよ。これをつけてちょっと洗剤も流していこうと思います。というかぶっちゃけこれのために買ったんですよね。で、さまざまな互換性の、うん、ちゃんと回ってる。ただ水跳ねがやばい。ちょっと機材が壊れそう水で。まあこんな感じでですね、サイクロンも使えちゃうと。続けてなんですけど、これ何なのかというと、これケルヒャーが入るんですよ。でこっちがワンタッチになってるので、これにこれ覚えてますかね、まあ、僕のチャンネル見てる方だったら分かると思うんですけど、なんかめっちゃ安いけどめっちゃ性能のいいフォームノズルがあるんですよ。でこれをついてさっきのやつにつけて使うことができると。やばくないこれまあちゃんと出るかどうかは分かんないですけど、ちょっとやってみようと思います。ちょっと長すぎるよね。じゃあ行きまーす。せーの。ちょっと厳しいね。あ、ダメだ。威力が足りません。これは失敗ですね。はい。はい、じゃあサイクロンを使っていろいろ遊んでいこうと思います。まあこれ過去にいろんなやつで洗った後なんですけど、この辺とかまだ使ってないかなっていう感じなので、あ、でこれちょっと自分の持ってるやつがぴったりあったので。使わせていただきます。これ本来ついてないですね。じゃあ行きます。サイクロン、お、回った。うん、普通にいいよサイクロンだったら他のやつよりなんか普通に清掃も早いし強いなっていう感じはするので、このセットで使うならマジで悪くねえなっていう感じですね。こういうとことか当ててみる。やばいよね。はい、お疲れ様でございます。アルチザンツールで今日はちょこちょこと遊んでみました。なんかね、細かい検証をするまででもないかなっていうぐらいな感じでした。まあ音の大きさはまあ普通ぐらい、水圧はやや弱いが、やっぱりこの最強のアクセサリーですね。こいつめっちゃ水垂れちゃった。こいつがあるからこそのアルチザンツールなのかなという感じでした。やっぱりね、このサイクロンをつけると、ちょっと僕持ってるのこれだけなので、他のやつも結構いろんなの出てるので、どれがどういう動作するかは正直わかんないですけど、僕が買ったやつはちょっと概要に載せときますけど、まあ普通に動作しましたし、ベランダじゃないね、あれ駐輪場で試した時はかなりいい結果だったんじゃないかなと思います。このなんか、この製品の威力の割には、かなり清掃効果高めに出たなっていう感じだったので、うん、これはいいよという感じ。ただ、泡洗
浄をしようとするとなかなか厳しいかなと。多分水の量とかが足りないのでうまく泡立たなかったなっていうのが感想になります。はい、ではこれ4000円ぐらいなので、まあ、もしどうしてもこれが欲しいっていう方はね、ぜひねこれ買っても後悔ないんじゃないかなと思いますので、ぜひご検討していただければと思います。ではですね、この動画参考になったなって方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた。